はいどうも。夢を見ると目覚めはすごくいいんですけども、数時間後にまたすぐ眠くなってしまうミストです。はい、本日はですね、日曜日なのにもかかわらずガチャ更新が来たということで、そちらのガチャについて見ていくとともに、無課金未課金の方はどうすればよいかというお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ガチャの方見ていきましょう。来たガチャがこちら、救援パワープロセレクションということでですね、好敵手怒り守が復刻で来ました。でなんと今回のパワープロセレクション50連目で PSR の怒り守が確定となっております。いや、やっと来てくれたかと、ようやく守の PSR を引ける時が来たかということでですね、早速詳細の方を見ていきたいと思います。初回がパーソン30個で PR の好敵手怒り守が1枚確定、2回目がパーソン40個でエサリジョのエビキャラが1枚確定、3回目がエサリジョのエビキャラが1枚確定、ここからパーソン50個ですね。4回目が好敵手怒り守のエサルが1枚確定、そして5回目 PSR の好敵手怒り守る暁怒り守る怒り守るから1枚確定ということで、おいとおいおいおいと、そうじゃないだろうというね、はい、このね仕様で来るとは正直思っておりませんでした。まだね、簡単には好敵手怒り守の PSR はゲットさせてくれないみたいですね。はい、まあ、6回目はいつも通りということで、まあ一応ねこれ好敵手怒り守の出演率が大アップしてるんですよ。暁守と通常の守がショーアップということで、出現割合の方見ていきましょう。はい、こちらですね。はい、出現率大アップキャラが 23.23%、 ショーアップキャラが 15.48% ということで 8% しか差がありません。これはね、事故る可能性を大いに秘めてますね。うん、この確率で大アップキャラが出るっていうのもちょっと信用できない数字ですので、まあ基本的にはこの守るガチャ無課金未課金の方はスルーで、圧倒的スルーでいいと思います。はい、まあ、ただ例外としてこの守るたちのですね、まあ、解放 PRSR 解放が進んでって、その玉にしたいという方、そしてもうすぐ PSR の守るが50になるという方は、まあ、ワンチャン引いてもいいかもしれません。なぜなら守るは50になるとめちゃくちゃ破壊力が増しますので、まあ、そのための投資として使うのは、まあ、ありかなと思っております。特に今ブレイン強化で PSR の守る50というのはほぼほぼ必須マストなキャラとなっておりますので、まあ、そこにね投資してあげるっていうのはありかもしれません。まあ、それはもう本当にPSR のね守る46とか48の方なら行ってもいいかもしれないですね。うん、もう寸止め食らってて早く50にしてね、もうサクセスをより快適にしたいという方はね、もう全然投資してもいいんじゃないかなと思っております。私のサクセスのモットーといたしましては、今を全力で楽しむっていうことを考えてますので、まあ、無課金無課金の方でも、まあ、その考えをお持ちである方なら行っちゃってもいいのではないでしょうか。まあ、ただですね、守るって、まあ、過去のね選択ガチャ券からでももうほぼ全部にいますので、まあ、そこから取ってね、うん、ぶち込んであげるっていうのもありなのかなと思ってます。はい、45にすべきキャラ、50にすべきキャラで、その50にすべきキャラの方の解説をしますと、圧倒的にこの守るの優先度は高いです。うん、50でいきなり強くなるので、まあね、それを考えてあげると、守るの解放ってのはね、非常に大事ってことがわかりますね。まあ、ただ、基本的に最初のお話に戻りますけども、圧倒的にスルーでいいと思います。はい。といった感じで、この守るのガチャは、解説以上になりますかね。はい、この流れで来ると来週は伊能くんのガチャとかね来るかもしれないですね。あと昨日生放送でもあったんですけども、スタミナ上限キャラを全然持ってないという方がいらっしゃいまして、まあ、その人のために用心とかね、まあ、復刻来るかもしれないですね。
異能と明神復刻、ちょっとこれ私予想したいと思います。もう最近あからさまのねガチャが続いてますよね。まず脳筋強化ガチャが来ます。そして PSR の小悪魔見つけガチャが来ます。そして公敵守るガチャが来ますといった流れで、まあもうデッキのピースをガンガンね埋めようと、埋めさせてくれるようなねガチャラッシュが続いてますので、まあ来週は異能明神ガチャが来るとね私は予想いたします。はい。で今来てるガチャで、引くべき優先度解説っていうのもおまけでしていきたいと思います。ですね、まず圧倒的1位はこちらですね、プリマッスル高校強化記念ガチャということで、まあ諸本くん思っていないとまずは始まらないというね、私なりの結論でございます。でフレンド枠で PSR50 の怒り守を借りるというね、これがね、まあ、理想だと思うんですよね。まあ、このガチャの、解説でも話したと思うんですけども、その形を取ることができれば、まあ、自然とね、タックさえ揃えば筋力ポイントも稼ぎやすいと思いますので、まあ、諸本くん自前でしっかりと入手してあげて、その形を取ることができれば、盆栽でかなり強い先発量産することができるのではないでしょうか。で、2番目がこの水木ガチャですね。はい。まあ、これはもう SR を持ってないという方は、このブレインガチャを抜いてもしかしたら1位に来るかもしれません。はい。SR を持ってないという方はもう絶対に引きましょう。もうこの水木ちゃんは、まあ、ブレインマッスル強化11月の1週目までありますけど、まあ、そこまで絶対必須だと思います。はい。で、PSR に関しては、PSR だけを狙いに行くっていうのは、無課金、未課金の方からしたら非常に危険な行為だと思いますので、まあ、それはなしっていう感じかな。はい。このガチャ解説してなかったんですけども、まあ、それが一番無難でいいと思います。30% とはいえど、ツイッターで見たんですけども、10連続で PSR 出なかったという方もいらっしゃいました。はい。恐ろしいですね。やっぱりね、解放も 30% で、キンキラの変換も約 30% じゃないですか。で、この 30% っていうね、数字、なんかパープルアプリやってて、ちょっと、頭おかしくなってたと思うんですけども、30% って、普通にやばい数字ですよね。普通は通らない数字ですよね。で、私、ファイアーエンブレムっていうゲームがめちゃくちゃ好きなんですけども、そのゲームの 30% って、まあ、ほぼ当たんないんですよ。もう、なんだろう、30% って書いてあるけど、もう実質 10% みたいな、まあ、感じなんですよね。まあ、これ共感してくださる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、なんかね、このパープルアプリの 30% のせいで、この 30% っていうね、数字がもうどれくらいの確率なのかっていうのがね、ちょっとね、頭の中でねバグってきてる気がしますので、まあ、そこは要注意ですね。はい。解放する際は普通に SR のね SR じゃないや、プラス5を作ってぶっ込んであげるのが本当にセオリーだと思います。はい。まあ、どうしてもって時はね 30% 勝負するのがいいと思うんですけどね。はい。まあ、そこをねちょっと頭に入れておいていただけたらなと思います。で、まあ最後はこれですね。はい。もう、これはダメですね。でもっと言うと、年末の PSR 選択ガチャ券で、おそらく守る、公敵守るの PSR をゲットできると思うんですよ。さすがにね、この間のパープルの日でもバナナのキャラに入ってたので、選択ガチャ券にはいなかったんですけどね、バナナのキャラに入ってたので、年末に確実にゲットできると思います。まあ、言うてあと1ヶ月半なので、そこでもう PSR 持ってないという方はゲットするもよし。で、まあ、この守りをゲットするには、やっぱりこれですね。もうレアリティ変換、これにかけていくっていうのが、まあ、ベストなんじゃないかなと思っております。まあ、これも言うてね、SR プラスコいったらと 30% なので、非常に危険なチャレンジにはなってしまうんですけども、まあね、もう私もね、守る進む両方、これで勝負しましたけど、もう生きるためにはこれをやるしかないという覚悟でねやるのがいいのではないでしょうか。はい。っていう、まあざっと今あるガチャ解説をさせていただきました。まあ結論からもう一度言いますと、このガチャは圧倒的にスルーでいいと思います。という感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価
お願いいたします。では失礼します。 See you。